ないはずだ。バトル、スタートだ。バナナ。で、お前はどうして猫なんか持ってるんだ。俺の武器だよ。悪いか。つうか、どうやって戦えばいいんだよ。こらー。我らがリン様のご登場だ。弱い者いじめはめった。弱い者？お前か。え、お前じゃね。笑わせるな。その猫だ。で、喧嘩の理由は何だ。ああ、聞け、リン。こいつが俺に目からごぼうという嘘のことわざを教えやがったんだ。おかげで今日何気ない会話の中で、そりゃ目からごぼうだなって使っちまっただろうよ。かなりどうでもいい理由だ。目からごぼうってどういう意味だってお前から聞いてきたんだろうが、おそらく目から鱗が落ちるのことだろうから、急に事態がはっきり理解できることだと答えたまでだ。最初からそれを言えよ。なんだよ目からごぼうって。リン、これでどっちが悪いかはっきりしただろ。すんだよ、逃げんのかよ。猫詰めで引き裂いて。やりやがったな。陽介の妹だからって容赦しねえ。てめえら武器をよこせ。これだ。うなぎパイ。あっ。